動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。ペンギンのグッズ、ペンギンのグッズっていうのはまあ世の中にたくさんありますし、大体のものっていうのは皇帝ペンギンのヒナが写っておりますよね。で、僕はペンギングッズ買う時のルールとして、必ず何ペンギンかわからないと買わない、そういうルールを設けてるんですけども、じゃないともういっぱいありすぎて仕方がないですからね。だから今ペンギンコロニーかな、いつもだいたい札幌ペンギンコロニーっていう、ところで、まあ、札幌でやってるんですけど、今は大阪ですよね。大阪で、ペンギングッズですね、が、を売ってる、その即売会みたいなの、即売会じゃないか、展示会みたいなやつがありましてですね、それ本当は行きたいなと思ってるんですけど、まあ今時期ちょっとこの間も、旅行じゃないですよ、仕事でね、ちょっと外出で、中国人も行きましたから、もうちょっとしばらく行けないかなって感じで諦めてるんですけども、まあでもね、なんかネット上でペンギングッズ、特にアデリーペンギンのグッズっていうのは全部買いたいなって思ってますからね。まあもし皆様を見つけてしまった際はですね、報告していただけると、僕は基本的に買いますので、まあ、よろしくお願いしたいなというふうに思っておりますよ。情報提供お待ちしております。はい、さあということでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思います。北海道余市町の海で群来か、海面が白濁。余市町の海岸でニシンの白子で海面が白く濁る群来、群衆が来ると書いて群来ですね、のような現象が見られました。乳白色に染まる海面、26日午後、余市町白岩町の海岸で撮影されたものです。岸から数百メートルの沖まで海面が白く濁っています。海面が白く濁る群来は、ニシンのメスの産卵に合わせて押し寄せたオスが藻についた卵に一斉に精子をかけるためで、この日も海岸には釣り糸を垂らす愛好者が集まっていました。浜の人にとっては豊漁も期待できる群来の到来、春を告げる魚とも呼ばれるニシンがやってくると、北海道の春はもうすぐですということで、まあ春がすぐ近くまで来てるんだなっていうのは分かりますよね。まあ僕は外でね、何の鳥が来てるかとかっていうので、あ、春が近いんだなっていうのを探りますけども、まあ、海を見てもそういうのが見えるわけですね。でこの、ニシンですね、ニシンってなかなか最近、大量に取れるとかっていうニュースはなかったですけども、まあこうやってニシンの群来っていうのが季語になるぐらいでございますのでですね、昔は大量に取れたんだろうなって思いますけども、まあ今は本当に少なくなっているわけですね。ちょっとね、ツイッターとか見てみると、昔じいちゃんばあちゃんに聞いたら、昔はにまたニシンかっていうぐらい大衆の魚だったけども、今じゃ希少種っていうことで、まあサンマなんかもそうなるんじゃないかなっていうふうにも言っておりますね。まあだから本当にニシンって昔は肥料にするぐらい、もう畑に耕して肥料にするぐらいいっぱい取れてたんですけども、まあまあまあ今はいなくなったわけでございまして、これでまあ戻ってきたのかなって、なかなか見れなかったものが戻ってきたのかなっていうのか、もしくは減ってるのかなっていうのはちょっとわからないんですけども、まあやっぱりその漁獲高のその減少っていうのを止めるためには、ちゃんとなんていうんですかね、規制をかけていかなきゃいけないんじゃないかなって思うのと、まあこの減少、いや美しいです、美しいんですよね、藻についた卵に一斉に精子をかけるので、海が真っ白くなるっていう、ものすごい大量のニシンが来てるわけでして、ね、もう美しい光景ですよ。何を笑ってるんですか、あなた。笑うとこじゃないです。もう本当に命がけですから、まさに精子をかけた。ということで今日はね、この辺で終わりにしたいと思いますので、皆様いろいろと頑張ってくださいね。はい、さあということでございまして、今日のニュースは北海道余市町の海で群来か、海面が白濁というニュースでございました。